こんにちは。今年度より非常勤講師として勤めております越尾舞と申します。私は豊中出身ですので、この第4でレッスンできますこと大変嬉しく思っております。するときは作品やピアノの音色を通してどれだけ聴いていただく皆さんに伝えられるか、心に届くかということを考えながら取り組んでおります。するときはどうしても皆さんに技術的なことや音楽表現に対して悩みがあると思いますが、それぞれ皆さんの悩みを聞きながらゆっくり一緒に解決できるようにアドバイスできるよう心がけております。大阪音楽大学は皆さんの音楽家としての夢や学びをサポートしてくれる大学です。設備や環境も十分に整っております。素敵な先生方や一緒に学ぶ学生たちとの出会い、素敵な出会いがあると思いますので、ぜひ皆さん第4で学びましょう。Thank you.
大阪音楽大学ピアノ科非常勤講師になりました小野彩と申します。よろしくお願いいたします。演奏するときに心がけていることはいっぱいあるんですけれども、やっぱりこの曲は何を伝えたいか、今何を伝えることができるかということを大切に、譜読みから楽しんで本番に向けて練習をしています。で心がけていることはいっぱいこれもあるんですけれども、まず学生さんがこういうふうに表現したいという思いを持っていることがとても大事だと思っていて、それを表現するためにじゃあどういうふうに演奏するのが効果的かということを一緒に相談しながら勉強するという形でレッスンを進めていきたいと思っています。大阪音楽大学では様々な学内コンサートがあります。オーディションに通ったらミレニアムホールで演奏できたり、オペラハウスでコンチェルトを演奏することもできます。それに加えてもちろんピアノレッスンもとても充実していますし、普段ついている先生とは違うプラスレッスンという制度がありまして、違う先生に1回だけつくことができるという、カリキュラムもあります。ぜひたくさん、学内のチャンスを利用していっぱい成長して未来へ羽ばたいていってもらえたら嬉しいです。